尖閣諸島周辺の警備を強化するため、海上保安庁が新たに配備を計画していた10隻の巡視船のうち最後の船が完成し、24日、山口県下関市の造船所で海上保安庁に引き渡されました。完成したのは沖縄県の石垣海上保安部に配備される巡視船、イゼナです。24日は、 巡視船を建造した三菱重工業下関造船所で記念の式典が行われ造船所から海上保安庁に引き渡された後海上保安庁の旗が巡視船に掲げられました式典で海上保安庁の山崎久久装備技術部長は情勢が緊迫する中国民の安全と安心を守るため邁進してほしいと訓示しましたイゼナは 全長96メートル、総トン数およそ1500トンの大型の巡視船で、20ミリ機関砲や放水銃、それにヘリコプターが離着陸できる甲板などを備えています。海上保安庁によりますと、中国当局の船による尖閣諸島周辺の領海侵入は、去年1年間で35件、95隻に上り、今年も5件、13隻が確認されています。 海上保安庁は尖閣諸島周辺の警備を強化するため4年前から新たに大型の巡視船10隻の配備を進めてきましたが今回の「イゼナ」で配備計画が完了となります巡視船「イゼナ」の高橋巡理船長は尖閣の専従体制が完成し現場海域の情勢変化に 迅速かつ的確に対応できるよう訓練を重ねていきたいと話していました。<music>